ミュージックジャパン TV をご覧の皆様、はじめまして、メイメイです。ちょっと日本語、英語、中国語と大阪弁の4カ国語で自己紹介させてください。 Hello 大家初次见面、我是メイメイ。 Hi everyone, I'm メイメイ。皆さんこんにちは、メイメイです。私は4月23日にワーナーミュージックジャパンでデビューさせてもらいました。デビューした楽曲はフラワーボムというすごくかっこいい曲です。そして今は私は高校3年生の18歳ですね。今回番組からの質問で最近のお気に入りのメイクやファッションなどについて教えてとのことで、ちょっとそうですね、最近私がハマってるのはメイクで言うと、ちょうど目の真ん中の下にあのアイラインを目尻まで引くとか、そして目尻と涙袋をちょっとあの薄い白い色でぷっくりして、あの目をでかく見せるというのがすごく今夢中になって、いろんな SNS で勉強してますね。あとはファッションで言ったら、そうですね、アクセサリー系が最近集めてるのが多いです。イヤリング、ピアスとか、可愛いピアスとか、フープになってるものとか、ちょっと垂れてるものとかによって、あの顔の形を修正してくれるのですごく便利です。そして私のセカンドデジタルシングル Never Ever が9月15日にリリースされて、その中にも日中英の3カ国語が入ってるので、皆さんぜひチェックしてみてください。この曲は赤ずきんをモチーフにして、大人への道、ちょっといろんな戸惑いとか、なんか危ないものがあるけど、でもちゃんと自分は自分のあの道で歩んで、ちゃんと切り開いていくっていう意味で書かれています。そして MV もあの赤ずきんちゃんのモチーフのものも少しあったり、私のパフォーマンスにもぜひ注目してみてください。そしてもうこれからも日本、中国、アメリカやいろんな国で、私も音楽で架け橋になれたらすごく嬉しいです。ぜひ私の曲を聴いてみて、皆さん元気になってくださいね。以上、メイメイでした。ありがとうございます。 Thank you. Bye. 谢谢。